ちゃくちゃ。なんか聞きたくないな、そういうの。はい、こんにちは。今日はなんとスペシャルゲストで、ライズの鈴木雅彦選手が来てくれました。よろしくお願いします。めちゃくちゃ緊張します。いや、もう本当に活躍はずっと見てたし、ね、ザ・マッチも、ね、はい、あの時も一緒にやって、ライズ今すごいこう引っ張っていってる選手なんで、ちょっと今日は一緒に練習して、ちょっと技術交換とかいろいろしていきたいなと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあこれから、ミットを受けてちょっと攻撃受けてみたいと思います。お願いします。めっちゃ緊張しますね。いやいやいや、リラックスリラックス。光栄です。試合前だし怪我しないで。はい、すごい重いです。一発が55キロと思えないですね。パンチも蹴りも重いですね。ありがとうございます。もう10ラウンドぐらいした感じになってますね、緊張して。あ、これからフルクスパーリングをやりたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。
とうございます。やつがすごいですね、ほんまに。みんな言ってますけど、やってみて分かります。階級違うんで、下の階級なんですけど、パワーもあるし、スピード速いですね。物足りないか、もし大丈夫だったらもう一段って申し訳ない。そうですね、お願いします。お願いします。めっちゃ練習になるっすね。あの練習パートナーできてほしい。ぜひ呼んでください。そうですね、まあね、K1 とライズが今回一緒にあの交流戦やるっていうのもあって、まあ、ザマッチのくらいからこう日本の格闘技界がこうどん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 こう今一つになっていってる状況で、まあ、こうやってね、ライズの選手と一緒にこう YouTube 撮れるっていうのもちょっと新鮮だし、僕もすごい嬉しいことだし、まあ、僕はもともとライズので試合してる時から試合を見てたんで知ってたし、鈴木選手も僕のことを知ってくれてたみたいで、何回か、ね、DM でやり取りとかはしたことあって、はい、今回こう、コラボさせてもらうことになりました。もうただただ僕が武尊選手のもう大ファンなんですよ。本当に。ただただ好きで、ファイターとしてもですし、その人としてもめっちゃ好きで、ファン目線で DM 送らせてもらってます。もういつもね、僕の試合前とかになると本当頑張ってくださいみたいなくれたりとか、僕も逆に試合の時は頑張ってねって応援したりとかって感じですね。そうですね。まあ、あの試合とか見ててすごいやっぱスピードあって。攻撃すごい綺麗な選手だなっていうのを思っててたんですけど、ミットとか持ってみてやっぱ一発意外とあるなっていう、一発の重さすごい感じましたね。結構やっぱダウン取ってるとことかも結構見てたんで、なんかスピードキレある選手って意外とこう重さがなかったりとかするんですけど、一発の重さもしっかりある選手なんだなっていうのを思いましたね。いや嬉しいですね。いやまさかだって自分の好きなね、ファンの武尊選手にミット持ってもらえるなんか思ってなかったんで疲れました。、はい、気疲れしてます。いやでもやっぱり向かい合うと好きな武尊選手じゃなくてちょっと怖かったですね。やっぱり圧力だったりとかパンチのまとめとか蹴りも重くて、やっぱりさすが武尊選手やなっていう感想です。うまいのは絶対分かってたんですけど、うまさプラスその体の強さみたいなのもやっぱ感じて、試合見てるとやっぱ線細いのかな、55キロだし線細いのかな、パワーないのかなって思ってたんですけど、意外とやってみるとパワーもあるし体の強さもあるし、
なんかすごい、あ、これが鈴木選手の強さなんだなっていうのを思ったし、あと一番格闘家で一番大事なやっぱ気の強さっていうのをちょっとマスですけど感じれたんで、僕やっぱこうあの気持ちで戦う選手大好きなんで、あの余計好きになりましたね、はい、嬉しいですね考えさせてもらえないというか、圧力ほんまにすごい一流の圧力やなというか、まあ、ほんまにすごいいい経験になりました。いやいや、こちらこそです、ありがとうございます。金子選手ってその映像とかで見てる限りではそのパワーが印象的やったんですけど、その間合いだとか距離感とかもちょっと上手い部分もあって、まあ、K1 の選手もやっぱり、ね、トップの選手は総合的に強いんだなというか、そういう風に感じましたね。試合映像だけ見てた感じだったらやっぱパワーで負けちゃうんじゃないかなと思ってたんですよ。鈴木選手あのパワーで押されちゃうのかなと思ってたんですけど、全然パワーで押されてなくて、むしろパワーでも押してたような感じに見えたんで、やっぱパワーあるんだなと思いましたね。あの試合見て、うまさとスピードとプラスやっぱ体の強さパワーもあるん で気の強さもあるし、いやこういう選手はやっぱトップいくんだろうなと思いますよね。まあ、久村選手もどっちかというとこの技術タイプ、まあ、あの気持ちの強さもあるんですけど技術すごいあるタイプなんで、結構タイプ似てるのかなと思うんですよね。だからめちゃくちゃ噛み合うと思うし、めっちゃ面白い試合になるかなっていうふうに思いますね、うん。まあ、僕の印象としては、まあ、前にも来るときは来るし、でも、ね、あの距離あるときは技術の攻防とかもうまいし、まあ、総合的にレベルの高い選手やと思ってるんですけど、パワーと気持ちで上回りたいなと思ってます。応援しますんで、はい、頑張ってください。応援しますねとか言ったらダメか平等に見ないといけないですけど、まあ、今日一緒に練習してちょっとそういう気持ちを込めて、はい、試合見たいと思います。結婚してる。結婚して、はい。いつ？去年の9月に入籍しました。じゃあほやほやなんてね。もう子供も生まれたんですよ、第一子今何歳？今僕26です。26、なんか一気にちょっと嫉妬心が増しちゃって、もう幸せな家庭を手に入れちゃってるすごいですね。でも逆に言ったら子供できてね、ね、子供のためにもやっぱ頑張らないといけないって、ね、そうですね、はい、余計やっぱ強くなるっすよね。それは守るものが増えて、子供は男の子、男の子で、男の子、はい、めちゃくちゃ可愛いんですよ。いやいいね、なんか聞きたくないなそういうの、のろけ話聞きたくないすごいいいな、可愛いよね絶対自分の子供もね。強いパパを見せます。おお、はい、いいですね。なるほど、はい。プライベートも大丈夫です。はい、僕はこの一戦を勝って、まあ、ライズの方でも僕負けてる選手がいるんで、まあ、その選手にもしっかりリベンジしつつ、まあ、世界でトップファイターになりたいんで、まあ、一番を目指してこれからも頑張りたいと思います。まあ、僕もあの復帰戦がもうそろそろ発表になるかなと思うんで、それにもう全集中で、もう最終利益をこう負けっていうのがやっぱすごい悔しいし、早く最終利益の試合を勝ちにしたいなっていうのを思ってて、まあ、あとこの今回ねライズと K1 がこう一緒にあの交流戦やるっていうことで、やっぱあのザマッチからこういろんな流れが変わって、あのこういう交流戦もできるようになって、ライズの選手が K1 のタイトルに挑戦できるような、そういうなんかこう格闘技界になっていったらもっともっと盛り上がるんじゃないかなと思うし、お互いの団体で切磋琢磨できるような関係になればもっともっとこうレベルが上がって、日本の格闘技界がこう世界のトップにまたなる時代が来るんじゃないかなと思うんで、世界中の強豪が日本に集まって世界一決めれるような大会ができるように、まあ、僕もあと現役ちょっとですけど、鈴木選手とかあの日本の選手たちみんな一緒にそういう時代を作っていきたいなと思います、ね。
はい、ということで、あの対談もやらせていただいて、練習も一緒にさせてもらって、ね、今回はもう試合前だったんで、ちょこっとですけど、試合終わったらまた次、あの一緒に練習やりましょう。あ、ぜひお願いします。ありがとうございます。呼んでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。これだけ。はい。ありがとうございます。写真撮ってください。